ずっとバトンされてましたね。それよりね、倉重さんのセリフがめちゃくちゃ多いんで、ずっと喋ってはるから、万が一どっかで俺のミスでこれを、この長セリフを NG にしてしまったらどうしようっていうプレッシャーはありましたけど、まあそうやな、まあ、聞いてこうなんかはーってなってる顔もなかなかね、そんなに20種類も30種類もあるもんじゃないし、なんとかこのその時々の言われてることに対してリアクションしてたって感じですかね。まあ、やっぱ割とあの普通に怒って罵倒するよりも結構口悪い感じで、あんなに口悪く切れてる暮らしなかなはなかなか見れないと思うんで、そこですかね。半径1メートルの君、上を向いて歩こう、ぜひ劇場でご覧ください。この感動は半径1メートルで起きる。僕の娘に付きまとってるストーカーですわ。びっくりしたぞ、入院だなんて。悪いけど、全部わかってるから。明らかに仕事減ってますよね。しおりさん、好きな人いる？え、いい加減にしろよ。あるぞ、お前は。ずっと嫌いだったの、お姉ちゃんのこと。タイムトラベラーでしょ、時間旅行者でしょ。エンタメの炎を絶やさない豪華キャスト、スタッフが集結。絶対できます。8つの密な物語の劇場映画、半径1メートルの君、上を向いて歩こう。ええ天気やな。